こんにちは。朝5時半です。今日から5月ですね。いいお天気です。気温は10度くらいあります。ツツジ、皇帝、どうでしょう。今日はたくさん咲いたでしょうか。遠くからもよく目立ちます。まだ満開ではないようですね。デルフィニウム、オーロラ、ディープパープル、咲き始めました。10時になりました。いいお天気です。ボタン花火、今日もたくさん咲いていました。ボタンは風や雨に弱いのでちょっと心配だったんですが、花火は大丈夫でしたね。昨日はほとんど雨は降りませんでした。風は強かったです。新七福神もまだ綺麗に咲いていますが、ちょっと水分が足りないみたいですね。島大臣は一番最初に咲いたので傷んだものもありますが、まだまだ咲いてますね。デルフィニウム、オーロラ、ブルーインプです。ヤグルマギク、もうちょっと花が終わりに近いものもありますね。つぼみもあります。スモークツリー、グレースです。葉っぱが出たと思ったらば、つぼみらしきものも見えてきました。ツツジ、皇帝越しのスモークツリーです。桃色、大手まり越しのスモークツリーです。スモークツリーは、背が高いので遠くからもよく見えます。これが今日の大手まりですね。桃色、大手まり、ジェミニです。そして、向こう側に見えているのが普通の大手まりですね。スモークツリー、ロイヤルパープルはあまり背が高くなりません。花も貧弱なんですが、葉っぱの色が綺麗ですね。葉っぱを楽しむスモークツリーです。そして先ほどのグレースです。1時半になりました。相変わらずいいお天気です。ジャーマンアイリス、ピュアーズゴールド、いくつか咲いてきました。ポテンティラ、ケイシュン、たくさん咲いてきましたね。綺麗な黄色です。そしてこれは大アマナですね。小さな花です。大盤草、ちょっと花が終わったのもありますが、大盤の片鱗が見えてきました。バプテシア、カロライナ、ムーンライトです。下の方から咲いてくるようですね。マメ科特有の可愛い花が見えました。デルフィニウム、オーロラ、ディープパープル、朝よりも綺麗に咲いてますね。ブルーインプもどんどん開花中です。ゲウム、マイタイはだんだん色が薄くなってきましたが、これはこれで綺麗ですね。風鈴、オダマキだと思います。去年は咲かなかったんですが、根っこが生きてたのかな。アリウム、シルバースプリング、3球植えましたが花が咲いたのはこれ1つです。アリウム、イエローファンタジーは、これからたくさん花が咲くと思います。楽しみです。アリウム、ザーミン、これはブルーの花が咲きます。この金魚鉢に入っていそうなもじゃもじゃした草は千鳥草ですね。綺麗な花がこれから咲きます。もう一度名残惜しいので、デルフィニウム、ブルーインプですね。今日の庭です。この前の雨はどこに行ってしまったんでしょう。乾燥しています。日に日に緑の量が多くなってきていますね。丸尾です。今日は暑くなりそうですね。ほぼ夏日は決定だと思います。家の中の涼しいところを探して移動していますが、母ちゃんにちょっと遊ばれています。カリカリのためならどこまでも探しに行きます。今日はこの辺でバイバイにゃん。